どうもこんにちは。今日はですね、疲れた時に飲む栄養ドリンクの使い分けの基本について話していこうと思います。今日はですね、疲れた時に飲むと元気になれる代表的なものとして栄養ドリンクっていうのがありますけども、それについて話をしていこうと思います。例えばですね、栄養ドリンクでもいろんな種類があって、例えば100円ぐらいのものから、高かったら3000円とか5000円とかっていういろんなドリンクがあるわけです。じゃあそれどういう差があるのか。じゃあ値段が50倍ぐらいの差があるけれども、50倍よく聞くっていうわけじゃないでしょうけども、10倍も15倍もよく聞くのかっていうと、私はそうじゃないんじゃないかなというふうに思っています。じゃあなんでそんなに値段の差が出てくるのかっていうことなんですけども、高いものはその漢方薬的な生薬っていうですね、例えば高麗人参とか高価なものが入っていて、で、その100円とか300円とかそういう安い価格帯の栄養ドリンクをですね、目の前にあるようなこういう、サプリ的なビタミン的なものが材料、安価なものが材料で入っているという差があるから値段の差があるのであって、その効果が大幅に違うということはあまりないのではないかなというふうに感じています。もちろん、あなたがですね、今晩どうしても勝負したいと、大好きな女性と勝負したしないといけないんだっていう時に、100円のドリンク剤か5000円のドリンク剤かどっちを選ぶかっていうと、やっぱ5000円の方を選ぶという気持ちは分かりますので、飲まれたらいいとは思うんですけれども、やっぱりその値段差の50倍とか30倍の差はあるわけではなくて、良くても倍ぐらいの差がぐらいしかないんじゃないかなというふうには思います。これは あくまで私の実感というか主観なので、申し訳ないんですけども、なのでその値段の差という部分よりもですね、実感するというか体感の違いが出てくるのは、結局のところその栄養ドリンクにカフェインが入ってるかカフェインが入っていないかというところの方が、やっぱり実感が体感が違うのではないかなというふうに考えます。もちろんカフェインっていうのは興奮剤なので、飲んだからといって体力が回復するというわけではないんですけども、カフェインを飲むことで、眠気が覚めるとかありますよね。コーヒー、眠気覚ましにコーヒー飲むとか、濃い緑茶を飲むとかっていうことで眠気を覚ます方もいると思うんですけども、それと同じです。カフェイン飲むと、体力が回復するわけじゃないんですけども、疲れを忘れるというか疲れが飛んでしまうと感じてしまうということなので、カフェイン入りの栄養ドリンクを飲むとですね、なんかすぐ元気になって、この栄養ドリンクすごい効くなって思ったりしますし、ノンカフェインのやつだと逆にすごい値段が高いものを飲んだとしても即効性というかすぐ効果が出てくるかっていうと、そんな感じはあんまりないわけです。なので、カフェインが入ってるか入ってないかっていう部分に関してはやっぱり別物じゃないかっていうぐらいの体感の差があると思います。でも、ノンカフェインが効果がないのかっていうとそうではないです。例えば疲れている時とか夜寝る前にビタミン剤を飲む方も多いと思いますけども、やっぱり、カフェイン入りっていうのは先ほど言ったように即効性はあるんですけども、やっぱり興奮剤的な側面があるので、寝る前に飲んだりするとやっぱり、寝つきが悪いというか睡眠の質が良くなくなってしまうということになると、寝起きもあまり良くなくなるということにつながりやすくなるので、やっぱり寝る前に飲むビタミン剤とか栄養ドリンクっていうのはやっぱりノンカフェインの方がいいと思います。で、実際ノンカフェインの栄養剤を飲んでその場はそんなに楽にならなくても、朝起きてみると結構楽になったなっていうのは感じることがあると思いますので、そういう 寝る前に飲むのはやっぱりノンカフェインの方がいいと思いますし、今すぐ楽になりたい、今すぐ眠気を覚ませたいっていう場合はカフェイン入りの栄養ドリンクを飲むのがいいのではないかなというふうに思います。なので今回、その高い栄養ドリンクがいいとか悪いとかっていう話をしたいわけではなくて、そういうふうに
時と場合に応じてカフェイン入りかノンカフェイン入り、あ、ノンカフェインかっていうので選択するとですね、栄養ドリンク、まあ、あなたの、まあ、なんていうんですか、体力回復には役に立つんではないかなというふうに思います。今日は、その栄養ドリンクの、まあ、基本的な選び方について話をしてみました。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。